ればまた少し変わってくるとは思うんですけども、寺園が決めました。今もいいパスフェイクですね、はい、ディフェンスで勝ったところ、そしてモータム、ガード陣は本当に動きが身長が あまり高くない分、はい、寄りだったり読みが素晴らしいですよね。ね、まあ、まさにサコヘッドコーチも同じような話をしていまして、ここではコーナー3来ました。ワイトラモス中に入れて7押し込んでいきました。同点です。中に入れてくる横川、オートブロックショット、ドワイトラモス戦の仙台戦の活躍ありました。勝利に導いてベスト4に入っています。ここは守ろうかというところですが、マーフィーが勝りました。マーフィー中に入っていって最後はダンクシュート。ファウルが少ないゲーム展開です。高橋のスリーポイント、北海道8番、今のもいいローテーションですね、はい、そしてブロックモータム戻してきました。ここも守るか、あただボールロングに入った。ビバリーが守るがファールあった。エンワン守ったレバンガ、コーナー空いている、スリーできた、これは落ち着いて決めていく。ミスマッチできている、トップ空いたところからスリーポイント決まった。橋本のファール4つ目となりました。7に通す、これは素早いプレー、そしてバスケットカウント。チームファウルはともに3つずつ飛び込んできた。1秒を切るところ、スピードを上げてくる。さあこれで追いつけるか。高橋からモータム、中入れてきたロング、インサイドから落ち着いて沈めています。レバンがロングに入れる、ラモスが入ってくる。さあインサイドから2本来ました、ロングとラモス。北海道は徹底的にあのローポストからアタックしますよね、はい、ここも